ですね。事件が起こりました。何ですか？ちょっとこれ早く進んでもらいたい派なんですけど。はい。いいですか？マジで聞きたい。いろいろずっと気になってた。ガチで言っていい？うん。あ、そうです。あ、すごいすごい。ありがとう。すごい。すごい待って。待って、もしかしてタイでも。すごい、タイでファンを出すの。日本人やけど、バリバリ。すげえ。聞いて。いいですか？はい。私、はい、飛行機で、気絶しました。気絶しました。うそやろ、ほんまにガチなこと、ガチで聞いてほしくて、死にかけたっていう話をちょっとしたいんですけど、まあ飛び始めて1時間ぐらいですよ、私がトイレ行こうとしたの覚えてます、けどトイレ行くわみたいな、あの時にお腹の痛さとちょっと気持ち悪さを感じたで、うっみたいな吐き気がして、やばいと思って酔っとると思って、もうグニャングニャンってめっちゃ飛行機に揺れてた。いや多分水分もあんま取ってなかったから、でも変に酔っちゃって、でそれでうちもうトイレ行こうと思って、トイレの中で休もう、しゃがもうと思って、しゃがまな無理やと思ったから行ったんよ。そしたらそんなに遠くなかったのね、トイレ。そしたらあと3歩でトイレに着くときにバタンみたいな。倒れたの？あの道で。え、マジやん、バカ寝てた。お前さ、めちゃめちゃ爆睡してたよ。めっちゃ寝てた。めちゃめちゃ口開けてました。え、嘘やろ、ほんまに。で、で、気絶しちゃって、で、その瞬間に、なんかうち4年前ぐらいに1回だけそのイベントで気絶したことあるのね。1回だけね。だから、なんかその感覚と似てたの。その時に倒れるじゃん、真っ暗になって、目の前が。で、そしたらつま先から頭までめっちゃ冷たくなったの、急にスーみたいな。そうそう、うちんじゃうと思って、あの倒れる瞬間もなんかクラクラバンみたいな感じだったよ、もうなんかバンみたいな、結構音もしたのに起きなかったんですね。でもみんな心配して、やらかして何してた、いやっ寝てました。で、みんな心配してくれてた。みんな通路側にみんな来て、え、みたいな、大丈夫ですか、大丈夫ですかみたいな。で、あの海外の人もいるからさ、Excuse me? Excuse me? みたいな、知らんけど。で、したらあの飛行機の人が来てくれて、3、4人ぐらい、男の人と女の人が。で、うちがトイレ行きたいですみたいな、ちょっと気持ち悪くてみたいな。で、それも、いや、英語、海外の人やったから、違う、トイレ？トイレ？みたいな、トイレ？トイレ？みたいな。でも本当にやばいと思ったから、こんな感じでトイレまで運んでもらったの。したら大吐き、吐いたん？大吐きチャンネル。トイレで吐けた？全部吐きました。全部吐いて、でこれやばいと思って鏡があったの、トイレ見たら唇が白い。じゃ白いのね。うちこれ死んじゃうと思って、ワンちゃんでずっとなんかもうぼやけてて、めまい、そう、4年前に起きた時のもうめまい、それさ、ストレスないです。席まで戻れた？で、それで30分ぐらいかな、トイレにこもっとって。あ、そうなん。そしたら吐いちゃったから掃除せなと思って、そしたらまた気持ち悪くなってきちゃって、うーみたいな。そしたらコン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 みたいな、3、40分してコン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 みたいなしてくれて、行ったらなんか運んでくれて、席まで運んでくれて、あったかいなんか左右みたいな、で、うちがもうずっとみたいな感じやったから、隣の人おらんかったやん、おらんかった。あの人は移動してくれたんよ、うちがいつでも出やすいよ。あ、そういうこと。あの人どこ座ったん？普通にあの人はもう空いてるところにいた。一個前の席におったと思う。あ、そう。で、死にかけたっていう、わからんかったやろ。そう、隣の人おらんなと思って叫んだ。しかもうちあの通路でぶっ倒れたんだよ。やばっ、最悪やな。飛行機の通路、全然いいよ。やばくない？やばい、やばいんです、やばくない？マジやばい。タイ着きました。タイ着きました。でもカメラ持ってきたのに緊急すぎて、スマホどれ切り替えるね。死にかけたんだよ。よかった、生きててくれてありがとう。生きててくれてありがとう。マジやばいな、はい、っていう感じでしたね。やばいでしょ。なのに起きてくれませんでした。ほっとしてリラックスっていう動画でした。チュベリグ。ちょっと胃に何もなさすぎてご飯食べに来ました。いいね。
気持ち悪くなってきて、逆にどう？あ、なんか、あの、ちょっと酸っぱい。でも食べれる。なんだっけ、トムヤムクンラーメンみたいな頼んだんですけど。酸っぱい。でも、ね、うまい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 。でも、うまい。想像と違うなっていう。イララ、分けよう。いいよ。え、これ何？え？椎茸？食べて。食べてよ。食べてよ。韓国ぶりの旅行だね。いつるの？いただきます。年一旅行。どう？うんうん、美味しい。うまい。酸っぱいな。え、そう、うまい。どうでしょう。この胃に物が入って嬉しい。それはそうやな、全部出たやろ。うん、酸っぱすぎない？めっちゃ酸っぱい。ちょっと辛くない？カップヌードルのやつはもうちょっと辛いの。辛いんや。エビうまっ。マジ合いそうやな。でもこれ酸っぱいなと、ね、マジしんどかったな。ぁえ、ちょっと凝集になりそう。ただ痛いよ、ほんまに。どうしたらいいんやろな、もっと快適に過ごせる。この飛行機の時間がさ、めっちゃ長かったやん。長かった。最初きつすぎて寝れんかったもん。だからなんかゆららがさ、起きた時にさ、ほんまめっちゃいい時間やったなみたいな、優雅やったなみたいな、出て、私は共感できませんでした。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。そうやな、知らんかったな。うん、窓がないから。そうやな。うまい。だな。マジ垂れすぎて、ちょっとショックな。なんかでもいい感じに慣れてきたな、それな。ではそろそろ動画切ります。何？うん、はい、ということで私が死にかけた話でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。食べる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